今ですね、オーストリアのウィーンにいます。でウィーンのハプスブルク家の、ね、宮殿、シェンブルン宮殿のところにいます。市内中心からちょっと離れたところなんですけどね、今いるところです。で、宮殿の中入る前にね、ちょっと時間があるんで、まあ、庭園の方で、その辺を探索するところです。すごいね、噴水なかなかいい感じです。で向こうは宮殿ですね。この景色もなかなか素晴らしいですね。今まで見た宮殿の中でもね、かなりもう上位に来ます。この宮殿の美しさ、広さ、ね、満足度。な必ずウィーン来た人たちはね、まあシェンブル宮殿、パケスターなんかで来たら必ずと言っていいほど含まれているところ、これ世界遺産にも認定されている。花が綺麗ですね。冬は寒くて雪が積もって雪化粧がまあ綺麗、それはそれで綺麗なんですけどね、この春以降に関してはまあ暖かくなって、今夏ですけど、夏っていうかまだ6月30です、30度を超えてます。花とか植えられて綺麗です、ね、こんな感じで今見てるんですけどね、敷地も広いですね、すごく。で多くの観光客がね、ここで見てですね、景色を眺めてるところです。すごく美しい、怖いですね。2回目なんですけどね、前回来たのが2006年の1月の23から27に滞在していた時、25日ぐらいに来たんですけどね。で本日は2012年、6月の30日、約6年半前に来たんですけどね。時の流れの速さを感じるものですけどね、自分おじさん化してしまって。で、宮殿の中は宮殿の中で調度品が素晴らしいです。すごいね、